つもご視聴ありがとうございます。オークションのね、経過の方をね、ちょっと発表したいなと思って書き出してみました。最初ね、この動画の中に打ってこうテロップで出そうかなとも思ったんですけど、今日はあえて手書きで、で紙がなくてね、もう探し回って大変だったんですけど、ちょっとね、全部ね書き出すのがなかなか難しいんで、ざっくりとして書いたんですけど、だいたい売れたものの一部がこんな感じですね。本がね、だいぶ売れましたね。本はね、出したのほとんど全部売れまして、これは結構な金額になってますね。少なく見積もっても2万円ぐらいにはなってるんじゃないかなと思うんですけど、あと食器の方ですね。これはポーリッシュポタリーの食器が売れたんですけど、まあ、人気があるような食器だったらね、食器は結構売れますね。ただ、重いので、送料がね、今結構かかっちゃうんで、できるだけね、個数をまとめるとか、組み合わせを考えないと、なかなか売れづらいところはあるんですよ。で私はね、3点セットで、1000円から出品しまして、4500円近くにはなりましたね、落札価格の方が。生地ですね、私たくさん生地持ってるんですけど、そのうちのね、少しだけね、自分がもう使わないかなっていうのを出しました。これもね、出したやつはほとんど全部売れましたね。もう使わない、本当にボロッボロの、もう本当捨てるような財布だったんで、100円で出したんですけど、これもですね、1000円以上になりましたね。なので捨てなくてよかったなっていう感じでした。財布とかね、バッグとかは、オリジナルの袋とか箱とかを置いておくとですね、あと、カードですね。入ってたカードとか置いとくと、売れやすい、少し売れやすいかなと思います。毛糸もね、いくつか持ってたんですけど、私たくさん趣味あったんですけど、もう趣味やる時間があんまりこの後人生でないかなっていうのがあって、もう全部やるのが無理なので、ちょっと編み物はね、もう卒業しようかなっていうことで、毛糸はね、すべて手放しました。全部で6000円くらいになりましたかね。ちょっと買いすぎて不要になった歯ブラシですとか、それとこのカーテンちょっと意外だったんですけど、もう古くてですね、あんまり使えないようなカーテンあったんですよ。100円で出したんですね。で、カーテンって重くて送料も高いので、まあおそらく売れないだろう的な発想で、まああんまり期待せずに出したんですけど、結局落札は2000いくらで落札されまして、これちょっと驚きでした。で、調子に乗ってね、もう一つカーテンもね、出品しました。それもね、100円なんですけど、おもちゃ類ですね。不要になったおもちゃ類、レゴとか、そういう感じのと、あと、まあ、ほとんど新品だったブーツ。で、あと、水筒ですね。で、鉛筆削りとか、缶のキャニスター。動画でもね、以前出てきたキッチンに置いてたやつなんですけど、ちょっとスペースをね、広げたいということで、大きな缶のキャニスター、こちらの方も売りました。で、あとはボトルケースとかエコバッグですとか、それとちょっとね、アクセサリーとかを作る手芸の材料とかも作らないであろうものなどを出しました。トータルがですね、51点売れまして、今のところ56,731円です。ヤフーにね、手数料ね、8点いくらだと思うんですけど、それを払わないといけないので、本当の売り上げはですね、6万円以上になってるんですけど、ヤフーの手数料を払って残った分が56,731円です。私PayPay ユーザーでインターネットで買い物する時とか、あとコンビニとかスーパーマーケットで、買い物する時はですね、PayPay で払うことが多いんですけど、これは、自動的に PayPay の方にチャージされて上がってきます。なので、私いつもね、PayPay って何千円ぐらいしか入金してないんですけど、今ね、すごい金額入ってます。当分ですね、その PayPay で生活費の足しになるなっていうふうに思ってます。だいぶ前にですね、電気代とかコスパがいいと安いということを動画にして、配信したんですけど、夏に入居したんですが、その後、電気代とかガス代の方がですね、シーズンオフになって、秋になって、またあれから下がったんですね。これもですね、テロップで本当の請求書をちょっと用意してたんですけど、もうあえて手書きで、紹介させていただきます。エアコンつけっぱなしでもこれだけ安かったですっていうのを動画でやったんですけど、9月が4050円。
8月もですね4000人ぐらいでほぼ一緒でした。で9月も4050円 で10月分の請求がですね、まだ少しだけエアコンつけたりしてた時があったので2477円、でもここでだいぶ下がったんですね。それで11月分はですね1993円、ガス代がですね本当に安くて、これも驚きで、ここに入居した時のガス代が1000円しなかった800円台だっていうことで、動画でね皆さん驚かれたと思うんですけど、9月分がですね1584円、それと10月分が1699円でした。でまあ、うちはですね、料理がですね電気の IH っていうことと、あと都市ガスっていうことでガス代はまあ安いかなと思うんですけど、それにしてもですねこの2人暮らしててこの金額っていうのはすごい安いと思うんですよね。で私日本でいろんなところを転々として一人暮らししてたんですけど、まあ、これ一人暮らしよりひょっとしたら安いんじゃないかなっていう金額もありまして、11月の方はですねガス代ちょっとまだ出てないんですよ。これと同じぐらいじゃないかなと思うんですけどね、これからですね冬になって一番やっぱり光熱費とかかかる時期になってくるので、これがどんな風になっていくかなっていうのをまた後ほどね報告したいと思います。水道代がですねこれ入ってまだ日数があんまりなかった時の金額で1557円だったんですけど、2ヶ月分出たのがですね11月に6529円ということで、水道代が一番高いかなっていうことなんですよ。アメリカにいた時にこの光熱費っていうのがかなり恐怖で、1万円では収まらないだろうから1万5000円ぐらいだったら優秀で、2万円超えないようにしないとなーっていうふうにざっくり考えてたんですね。平均して考えてもですね今のままだったら1万円しないぐらいなんですよね、光熱費が。例えば10月とかのここの平均とか見たら、電気ガスでだいたい5000円、それに水道代ってことなので、うまくいけばまあ8000円とか、安い時期であれば8000円なんで、高い時でもですね1万円ぐらいでいくんじゃないかっていう感じで、ここの UR すごくコスパがいいっていうことで大変ねありがたくね思ってます。いろんなもう大変なやらないといけないことがあって、できるだけストレスとか精神的負担をかけたくないので、家計っていうのをまだねきちきちね家計簿とかちょっとつけてなくてですね、まあ、大きな出費として家賃と学費の方は預貯金の方から切り崩して前払いをしてるんですね。毎月の家計っていうのはですね先ほども言ったように光熱費が1万円 で通信費、我が家は Wi-Fi とあとスマホ2台とあと子供がディズニープラスを見てるんですけど、その全部入れても1万円ぐらいなの で1万円っていうふうにまあ計上してるんですね。ここももうざっくり簡単に金額を設定したいので、まあ1万円1万円で、あとは固定費としては学校に行く学生定期が5000円、2万5000円だけ固定費として計上してて、まあ、あとは自由なお金っていうふうに考えてるんですね。あんまりねお金かからないな思ったほどっていうのが感じてるところで、日本に帰国する前はもっといろんな項目とかをこう考えてて、これだけいるかなっていうのはもっと多かったんですね。息子といろんなとこ出かけてとか思ってたんですけど、2人とも忙しくなってしまったのと、いい季節がすぐ過ぎちゃって暑かったり寒かったりとかして、そんなに遠くまで出かけられてないんですね。交通費っていうのがね結構一番家計を圧迫するんですよ。交通費と外食とかであっという間に1万円近くかかっちゃうんですね。生活雑貨でねなんかちょっと値の張るものを買いたいときはですね、出かけるのを1回やめるとそんな負担でもないんですよね。アメリカに在住されている方がですねいずれ日本に帰国したいとか、離婚されて帰ってくるのを考えてるとかっていう方が、一体お金ってどれぐらいかかるのかっていうことをダイレクトにメールの方でね聞かれたりすることが結構ありまして、でこれも何かの参考になったらと思うんですけど、まあうちの場合はそんなにね息子もですね
本当にお金使わないんですよね。それで今のところはまあこんな感じでシンプルにいってるなっていうところなんですね。いい意味でその日暮らしを楽しんでるっていう感じですね。帰ってくる前はですね、将来のことが心配とかお金のことが心配とかいろいろあったんですけど、忙しいせいもあるんですけど、おかげさまでそんなに不安に苛まれることもなく、それなりに生活できてる状況です。